びた。今更あれほど言ったのにどうしてこんなことになるの。先生から電話をいただいてママがどれだけ恥ずかしかったか。今日からは外出禁止、昼寝禁止、漫画もテレビも禁止。いいわね。見えてか、僕にも思いがあるな。ずっと過去の中じゃ気が詰まるよな。何かがあり